消す必中ボイススパログプロジェクトクロスゾーン。皆さんこんにちは、スーパーロボット対戦シリーズプロデューサー寺田貴信です。セビキャン滅波動拳おいしいです。こんにちは、アシスタントの原道太郎です。よろしくお願いします。さて今回はですね、熱血必中ボイススパログ特別編として、はい、現在好評発売中の、任天堂 3D ソフトプロジェクトクロスゾーンを中心とした内容、そしてですね、はい、なんとプロの声優さんがいない、やばいやばい、大丈夫かな、前代未聞のこの緊張感のないスタジオのこの感じ。まあということでですね、はい、プロジェクトクロスゾーンの開発者であるお二人をゲストとしてお招きしました。お、ある意味贅沢ですね、はい、でもね、よろしくお願いします、はい、株式会社モノリソフトで、今回 の、 あのプロジェクトクロスゾーンのですね、開発側のプロデューサーを務めております石谷浩二と申します。よろしくお願いします。よ、石谷。やっぱ次は省略して結構な。あ、なんで、え、もう急にもう喋っちゃったよ。はい、ご紹介を、株式会社モノリスソフトで、開発のディレクターをやっております、森泉総一郎です。本日はよろしくお願いします。森泉、実はですね、この3人はですね、もともとバンプレストに所属してまして、うんうん、石谷さんは僕の1年先輩で、はい、あの新人だった僕にいろいろ教えてくれた、なんていうか大先輩ですね。はい、まあ、あと一人は割愛、割愛。また割愛。今日はそういう流れでいいからね。森泉君は逆に1年下の後輩で、はい、まあ、この二人は、スーパーロボット対戦オージーサーガラムゲンのフロンティアも手掛けているメンバーですね、存じております。あ、じゃあ1年生2年生3年生なんで、そうですね。まあね、昔は一緒に仕事をしてて、新人だった頃の森泉君、僕の席のすぐ近くに、あ、いました、自分の世界に入ってる子で、僕とか石谷さんが森泉って言っても何も言わないですよ、森泉、ちょっと車に構えた後輩ですね、森泉って言ったら、はい、なんすかっていう。その時はこう肘をついたままこう目を閉じて、ね、そうそうそう、夢見がちだったんですね。結構そうですね、自分の世界に入ってるんで、一時期間がハイリーコンドルっていう。ハイリーコンドル、懐かしいな、それ17年くらいだろ。めっちゃうちわネタなんだけど、どうしよう。それで、はい、森泉君は実は僕と一緒に最初のゲームボーイアドバンス用のスパロボ OG シリーズやってましたね、はい、一緒にシナリオを書いて、なるほど、はい、まあ、おなじみのですね、はい、京介とかエクセレンとか、はい、アクセルとかラミアとか、なるほど、今回第2次 OG で登場するアク誰だよ、アリエールの海の上ですね、なるほど、ドイツ語集団ですね、はい、西谷さんは過去にグレートバトルシリーズを手掛けられまして、うんうん、OG に出てるコンパチブルカイザー、はいはい、僕がテストプレイでグレートバトル4ですよね、あれ、はい、そう、うんうん、やってて、うん、それで記憶に残って、ロアを出すときはコンパチカイザーも出そうと、うん、なるほど、いうことでですね、OG にも縁の深い、そうですね、ございます、ありがとうございます、はい、前から疑問に思ってたんですけど、はい、さっきまあちょっと石谷さんおっしゃいましたけど、はい、あなたたちどういう仕事の役割分担なんですか。そう言われてもな、ね、森泉くんが、まあ、はい、無限のフロンティアとか今回のプロジェクトクロスゾーンだと、はい、まあ、ディレクターシナリオを書いてる、ディレクション と、まあ、シナリオ設定などですね、あと、はい、まあ、主に外注さんの原画管理であるとか、あ、まあ、チェック系も、チェック系、まあ、絵回りとかの、外注に僕が発注して受け取ってチェックして、うんうん、それを現場に回すみたいな感じで、なるほど、なんか薄々分かってるつもりはいるんですけど、はい、僕たちいわゆる声の仕事の業界のディレクターとゲームのディレクターって同じディレクターっていう名前だけど、はい、なんかポジショニングは全然違うなと思いながら、どっちかっていうと映画とかアニメの監督に近いですね、あ、そうですね、はい、中身の方の周りで、要するに、それぞれのパートを作る人たちにどういうのを作ってくださいっていうのを、うん、はい、伝える、うんうん、要するに監督がそれを分かってないと、うんうんうん、作る側も何作るのって話になっちゃいますので、ですね、まあ、どっちにしろ無限のフルヨンティアとか、はい、ああいうトンチキな世界観は、ダメダメ、それ触れたらそれもないから仕事集団だった、はい、はい、ああいうトンチキな世界観は彼の脳みそから出てくるわけですね。そう、なるほど。石谷さんは、はい、基本的に森住がやってない領域の、うんうんうん、契約書周りとか、りとか、なるほどですね、あとは、まあ、基本的には森住取締役と、あ、なるほどですね、あ、
ポジショニングでございます。保護者的な感じなんですね、はい、じゃあゲームの仕事が忙しくなると、まあ、僕もそうなんですけど、うん、森住君は太って石谷さんは本当に痩せ細って言ってうん、うん、僕らの中ではデコボコ込みですね。森住のことは誰も心配してないんですけど、はい、石谷さんは生きてる、なんか変な液体とか入ってないとかいう僕はね、あの太るんですけど、うんうん、あの自分でも不思議なぐらい倒れないです。そうです、そうだね、一回腰やった以外は倒れたの見たことない。そうそう、まあ、あと頭ぶつけたりとかしてますけどね。そうそうそう、はい、まあ、というわけでですね、はいはいはい、よろしいですかお二人、はいはいはい、じゃあ最初のコーナーに行ってみたいと思います、はい、コーナーあるんだ素人なのに シークレットオブクロスゾーン。さてこのコーナーではですね、プロジェクトクロスゾーンがまあどんなゲームなのか、うん、まあ、石谷さんと森住君を交えてまあご紹介していきたいと思います。はい、ざっくり聞きますけども、プロジェクトクロスゾーンは一言で言えばどんなゲームなんでしょうか。お、森住さんですね。思考に今答えようとしたら森住さんです、はい、いろんなゲームキャラが一堂に会して共通の敵と戦う、はい、でもスーパーロボット対戦とはゲームシステムが違う、はい、クロスオーバーゲームキャラクターのゲーム、はいはい、です。ジャガさん終わっちゃったよ。あのシステムがちょっと格闘ゲームっぽい、うん、そうですね、やっぱアクションゲームとシミュレーション RPG の融合っていうところをやっぱ目指したところはあるので、うんうんうん、ただ、あれですよね、見た目はアクションゲームっぽいんだけど実はボタンをタイミングよく、実はリズムゲーム、あの音楽のリズムゲームにもしかしたら近いのかなっていう感じで、ね、そういう見方もあるんだね。敵をあのボンと上に打ち上げて落ちてくるところタイミング合わせてパンチを出すと、そうです、ね、この見た目自体は格闘ゲームみたいな気持ちよさはあるんですけど、実際やってる方としてはタイミング合わせどの技を出すかっていうのを決めることとタイミングよくボタンを押すっていう、でタイミングよく仲間を呼ぶみたいな感じでの、リズムによって、かっこいいそのコンボっていうのを、自分で作り上げていくっていう、うん、あとはあのシミュレーション RPG のマップ上では指向性があって、はい、またアクションになるとタイミングを測って遊んでいくというような形で、言うと一粒で2つ美味しいみたいな、うんうん、ジャンルとしては何なの一言で言うと、一言で言うと、アクションシミュレーション RPG、アクションシミュレーションは G 聞かれても困るんですね。まあでもなんていうか基本はシミュレーション、ね、そうですね、はい、はい、2人は全然一言にまとめる気がないね。ああ、きっとこれ石谷さんが一言にまとめてくださいます。ああ、まあ、その前に、はい、どこのメーカーさんのキャラが出てるかって話をまず全然、ね、はい、さすがプロデューサー、さすがプロデューサー、はい、カプコンさんと、はい、セガさんと、バンダイナムコさん、まあ、バンダイナムコさんの中には要するにバンダイ系と、うんうん、バンプレスト系とあとナムコ系と、うんうん、はい、いろいろこう混じってますけども、ね、まあ、実際にだから、1,2,3,4,5 社ぐらい、そうですね、まあ、そういうカウントになるぐらいな、カウントで分けるとそんな感じになってしまいますけれども、はい、ある意味あのスパロブ以上のカオスっぷりすごいですよね、うん、パッケージロスとか見てもね、そうですね、さすがにロボット、スパロブはロボットっていうある意味言うと共通項みたいなものがありますけど、うんうんうん、ゲームだとその辺は結構バラバラになってしまいます、ね、そりゃそうです、戦闘中にカメラでフラッシュたく人いますからね、あーとか思いながらねびっくりですよね。まあということでですね、はい、このプロジェクトクロスゾーンの、まあ、誕生の経緯についてちょっとお聞きしたいと思います。そもそもこのゲームはなんで生まれたんでしょうか。うん、ズバッとズバッと、ここはもうプロデューサーにまとめて答えてもらいます。お、振った石谷さんまあ、前作というか、この1個前にやってた、無限のフロンティアエクシードってやつが終わった後で、はい、まあ、また何か新しいのを考えていきましょうというような、まあ、あの話の流れが、ね、あったわけなんですけれども、うん、まあ、また、じゃあどういうのがいいのかっていう話になった時に、うんうん、まあ、無限のフロンティアエクシードの時に、まあ、ゲストキャラで、まあ、あれも結局一部その OG の世界観を借りてたりとか、はい、
まあ、ゼノサーガからキャラ来てたりとか、まあ、ナムコクロスカプコンのキャラ出てたりとか、ね、っていうような、あの、要するにゲストキャラとか他の作品から世界観借りてるみたいな、うんうん、マークハンターとかね、うん、っていうのもあれはあのもう一人のプロデューサーが、はい、熱烈にお願いしたという話をお聞きみんな噂話はしっかり持ってるんだねそれは噂じゃないとそれは本当に それは本当なんかマークハンター出していいですかみたいなの聞かれて、はい、えなんでいやいいけどえあのでかい方そうそうそうでかい方大男のプロデューサーねこの二人はとことん脱線要因だね石谷さんが一生懸命説明してるのにね、はい、戻しますねどこまで行きましたっけあの、まあ、それでまあ、そういうのがいっぱい出るとで、まあ、エクシードの、お客さんからのアンケートはきがまあいろいろこう戻ってあのまあプレイされてから持ってきてるんですけども、やっぱりそういうあの他にもあのいろんなゲームの、うん、あのゲストキャラみたいなのも登場するようなまあ作品を作ってほしいみたいな、うん、要望あったんですね、うん、要望というかあの意向の、話もいっぱいもらいましたので、うんうんはい、じゃあもうちょっとそのそういうキャラクターいろんなゲームのキャラクターが出てくるような、うん、あの作品をやっていこうっていうやってあ、まあ、企画として立てていきたいっていうようなところから、まあ、発端としては始まっているので、それはまあ、あのその時はまだあの3社でっていうような話ではなかったんですけども、はい、そうそうあのそういえば無限のフロンティアエクシード終わった後、うん、なんか森泉から話来ねえなと思ってしばらく経ったら、はい、これが進んでたっていう、あもう結構な形になってて、そうそれであの、はい、まあ、僕も聞きたいことが1個あって、ね、はいはい、スパロブでもあの何のロボットアニメを出すかって、まあ、はいはい、森泉君は知ってますけどちゃんと会議して、うんうん、大体プロデューサーが一押しするやつはみんなから反対されそれをいかに通すかみたいななんかそういうあのプレゼント場でもありましたね、あそこ、あの森泉君は、ね、結構ね自分の趣味で選んで、はい、それはどうなのって俺がうん、うん、ツッコミで、ええ、俺も同じことを食らうみたいなのがあったんですけど、はい、あのキャラクターっていうか、まあ、ゲーム、うん、原作になってるゲームの作品ってこれどうやって選んでるのかなと、うんうんうん、ま、これも言うと僕とかあとプロデューサーの塚永プロデューサーの、はい、名前出しちゃったあの大男プロデューサーの方と、はいはい、バンダイナムコライブ TV のすごいこう画面感が半端ないあそうですそうです画面感横にいると画面の半分を占めるというあの遠近感狂っちゃうそうそうそう身内に引け引けって言われてあの緊張するとすごい喋ることでおなじみのあ の大男が、あとかと、あとはやっぱりアンケートでも一回やったんですよ、うんうんうん、あのキャラクターものとかっていうのが、はい、あのどういうキャラクターいいですかみたいなところっていうのを含めて、えそれは 社内ですか、関係者内ですか、社外も社外も含めて、はい、あネタバレ上等のアンケートでこんなキャラクター出してほしいですかっつって書いてやって、はい、その中からは結構出てましたね。ああじゃあ結構な形で実現させてみたんですね。そうです。あとはもうあの各版元さんとか開発チームの方に行って、うん、こういったプロジェクトがあるんですけど、どうですかっていう形で、うん、まあ、中にはその別のものを勧められたりってそれになったものとかっていう、うんうんうん、あったりは当然各社おすすめがあったり、おすすめがあったりとかっていうのもありますし、うんうん、今まだこちらの企画のよりもこっちを使ってくださいみたいな、うん、そういったものとかもありつつ全部まとめて、ね、でさらに、そのゲームを全部僕の方でプレイしまして、それがその全部プレイしたんですね。あやっぱじゃないとこれはロボット対戦も同じなんですけど、はい、原作を知らないと、でこれを買うお客さんはみんなその詳しい方たちなんですよ、うんうんうん、それぞれの作品詳しい方々、はい、に出すにあたって、ね、やっぱり出せるものにならないなっていうところがあったので、でそこでまあちょっと時間を使ってプレイをして、うまくお話内に収まるのかっていうところとかっていうのを精査してという形で。彼は森住君は格闘ゲームがすごい得意で、昔新人できた頃にじゃあストリートファイターで勝負しようってやったことあるんですけど、すごく瞬殺されました。マジですか。で森住君は超必殺でかっこよくフィニッシュを見せプレイ、見せプレイ派、はい、僕下手なんで、はい、そうすると、まあ、コマンド入力うまいんですけど、たまにこうあからさまにこいつもうあと一撃で大パンチで死ぬのに、はいはい、調子を狙ってるその隙しか勝てる要素が、はい、急にカク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 しかもその頃の格闘ゲームって急にカクカクしちゃうね。この人ね、素人相手にね美しく倒そうとするけども、いやそれもそうなんですけど、こっちも見事なぐらいあっけなく倒されて、はいはい、まあ森月もそう、あと石谷さんね、とにかく昔のゲームに詳しい。ああいいコンビですね。いや本当ね、はい、なんていうか
あの昔やってた頃のゲームを、その僕らがねバンプレになった時から、はいはいはい、この人よく知ってるなっていう感じ。確かアルバイトがおもちゃ屋だったんだっけ。そうそうそう、懐かしい、その話、この話居酒屋になってる久々に会った、久々に会った友達みたいな人になってます。だから多分そのまあいいタッグなんじゃないかなと思うんですけど、はい、ね、あの開発で大変だったことをそれぞれ。おじゃあちょっと石井さんから聞こうかな。はい、全部ですね全部それでも また広いよ、また拾いにくいからさ。まあ森住のコントロールですか。森住のコントロールです、ね、嬉しそうに聞くのやめて、嬉しそうに聞くの俺が喋りづらいよ誘導してるよ若干。まあだいたいそのこれまでのケースでいうと、うん、僕も森住も、バンプレスト出身じゃないですか、はあはいはい、っていうところで、こういう根菜ものに対して、はあはいはい、あんまりその最初のハードルを意識しないっていうか、はあ、ずっとそういうのを作ってたところもあるんで、はあ、企画するときはなず割とこうこんな感じでどうだろうっていうようなところの話はいくんですけど、はいはい、まあ、そこから実現させるまでっていうのはさすがにやっぱりハードルは、まあ、うん、そうですね、あのガンダムと仮面ライダーとウルトラマン、まあ、今際もうこれ僕らのことがいわゆる、ね、違う作品のキャラクターを同時に出すことを混載って、はい、混ぜて乗せるって感じ、混ぜて乗せるとか、まあ、俗に言うそのコンパチシリーズって、はい、まあ、バンプレはそもそもそれで始まって、うん、グレートバトルとか石井さんがやってるグレートバトルはもともとそれの系譜ですね。でロボット対戦はそこからの派生で、うん、そこからマスオチンダの無限のフロンティアなのが飛び出してくるっていう、はい、ちょいちょいオリジナル混ぜてね、はい、で僕もこの3人全部混載はやったことあって、はい、そっか、そこだから企画に対してのひるみはそんなになかったんですよね。すごいこの夢の共演に対して、ね、企画を作ること自体は結構及び腰になりがちだけど、そこは大丈夫で、やってみたものの、まあ、やり始めたら苦労は多かったってことなんでしょ、今の感じでね、きっとね。最初飛び出したもん勝ちみたいなところはあるかもしれないですけどね。後で、ま、後悔することもたくさんあるかもしれないですし、なるほど、大変なところはいっぱいもちろんあるとは思うんですけど、タイトルをなんでスーパーゲーム対戦にしないのかなってちょっと思ってましたけど、そのまま、はいはいはい、そう、まあ、スーパーゲーム対戦、まあまあ、スパロボスまんまって言って、まあ、僕はそう言ってるだけなんですけど、まあ、横文字にしたかったですね。先生の大変なのはシナリオ、うん、まあ、それはシナリオ毎回大変なんですけど、はいはい、で僕がシナリオ大変だと他にも大変になっちゃう人たちがいっぱい出てくるんですけども、イベントを組む人とか、はい、あと台本を待ってる人たちとか若干我々に近いところでございますね、はい、とかなるんですけど、あのこのキャラクターの資料作ってっていう風に人に頼めない状態になっちゃったので、結局僕がその例えばデザイナーが、はい、この雑魚的キャラクターの背面のデザインがないんですけどって言われた時に、結構そのキャラクターの資料っていうのを僕が用意する状況っていうのが多くなっちゃってて、はい、そこは正直予想以上に大変になっちゃいましたね。このキャラ数はね、京介とエクセルの背面資料ってあったっけなアルトアイゼンの細部の資料はいやー資料用意しとけよみたいな。別にあのここのスパロボの話なんだけど、これどうなってんの？任せましたみたいな。結構僕は OG シリーズであの森住さんの穴をこういっぱい埋めて、で後で見せたら、うん、なかなかうまいことハマってますね。上から上から上から。まあでもね、版権で借り物の場合はね、ちょっとねそこはね。そこは要するにこれでいいやっていうわけにはいかないので、そうですね、絶対にね正解があるわけですからね。だから逆にその正解っていうのを、はい、その分かる人間が僕しかいないって状態になっちゃったので、うんうん、そうあのねプロデューサーの数がね、はい、足りないんですよね。そうなんです。そうだからもう一人一人のキャラが立ってきますもんね、どん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 ね。まあでも望んではいないのかもしれないけど、それぞれゲーム作りには関係ないですもん。はい、いろいろ大変なんですね。はい、はい、割と具体的な苦労話がもう出てきましたね。はい、はい、まあということでですね、はい、そろそろ次のコーナーを行ってみたいと思います。はい、よろしくお願いします。Q&A of Cross Zone。 はい、さてこのコーナーでは、プロジェクトクロスゾーンに関するご質問をリスナーの皆さんから募集し、それに答えていきます。はい、ではまずこのお便りから。
ラジオネームモップと柱時計と胡椒と心強さとさん、はい、具体的なキャラクターだねこれね随分ね、はい、スパロボからは、ソロでゼンガーが出ていますが、はい、他の候補はあったんですか、うん、個人的には二丁拳銃のレーテルと組んで生身で竜巻残花刀とかも見てみたいなと思いました、はいはい、なお同様の質問をですねラジオネーム青木さんからもいただいております。ありがとうございます。これは僕と森住の話で最初に、うん、ギリアム貸してくれって、ね、ゼンガーかギリアムって言ってて、っていう形にしてて、はい、でも結構ね、いつかのイベントの時だよね。そうでしたね、はい、ギリアムって言って、ギリアムはちょっと OG の中で、はい、キーマンだから、うんうん、じゃあゼンガーでっていう話。それはね、あ、そうですよ、そうですね、そうです、そうです。で、そうで、ああいいよ、 でも大きな疑問があったんですよ。あいつ何すんの、何で戦うの、はい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 、で僕はまあでかい残環と生身で振り回してもいいものかなとは思ってるんですけど、うんうんうん、っていうような話をしたら、はい、寺田さんの方で別にそれでいいんじゃないみたいな、軽いね話になって、はい、それだったらこう大前科みたいな鎧を身につけて言った言った話をしてて、それ寺田さん悪化させてくる、ストリートファイターの人たちとかがいて生身で普通に戦ってるのに大前科のなんか兄さん、あ、それはやめた方がいいかな、大丈夫大丈夫多分とか、そういった前科が、うん、大前科鎧をつけて、大前科鎧ね、はい、をつけて出てくるっていうのはちょっとどうかと思うんですけどっていう話をして、やっぱりあの形で出てきて、はい、残環刀はできるだけまあオリジナルに近い形のものっていう方が良かれと思って助言したら削除されちゃったまあその時はどういう風に、要は無限のフロンティアがどういう風に変わるか全体のイメージがね、まだね、はい、まあどうかなと、まあ、場合によってもしかしたら後部とか出したりするとかになったらね、釣り合い取れるかもしれないしね、まあ下宿がいるからね、そう残感、まあ別に本人もね、ゼンガーは剣の達人って設定もあ、はい、あと操作もダイレクト、そうそうシステムがね、ダイレクトモーションリンクシステムで、そうです、おー出てこなかったはい、すいません、いやただ一つは、はい、あれ残環と諸刃だから肩に乗っけると肩切れちゃうそこはまあさあみたいな、それで名前をねどうするかっつって、はい、いろいろ案があって、うん、まあ霊式残環刀っていうのはもともとはグレンガスト霊式が持ってたやつの霊をね、はい、幽霊の霊、森住さんでよく漢字一文字だけ変えるシリーズ、ね、はい、はい、お得意の、はい、ということで、はい、なんで、ソロユニットでゼンガーさんが、そして収録も立ち会ったんですけど、うんうん、もううちのボスがですよ、はい、ボスっていうのはスパロボのボス、ああはいはい、もう名だたる格ゲーの人たちと会話するわけですよ、はい、すごいことになったなって言ったら、ね、森住さんが、うん、あとスパロボでアムロとかコージとかと喋らせてるんじゃん、うん、冷静ですね、それもすごいんですけど、はい、それは自分で書いたやつなんで、はい、じゃあそう同じ業界でコラボってすごいなって言いながら、うんうん、はい、そして収録が最初ゼンガーだったんですよね、一番最初日ゼンガーでしょ、ね、そうだったんですね、はい、口を切ったのは、そうです、残環刀だったんですね、はい、セリフのやり取り見て、はい、クスクス笑いながら仕上がりを、まあちょっとそれはね立ち会ってないと分かんなかったんで、はい、まあ、それはゲームでね今確認できると思いますから、ね、ということで、はい、はい、では次いきたいと思います、はい、ラジオネーム、青品さんから森住さんに質問です、はい、各キャラクターをうまく絡ませるのが大変だと思いますが、はい、森住さんがシナリオを書かれている時に心がけておられることがありましたら教えください、はい、おー、なるほど、まあとにかく各ファンの各キャラクターのファンの方が、どうしたら喜んでくれるかなっていうのがまず第一にやっぱり絶対にあるんですね、はい、だからこのキャラクターだったらそのお決まりのこのセリフは必ず言ってほしいよね、うんうん、でそのお決まりのセリフに対して他の今までなかった他のキャラクターたちとがそれに絡んでくるみたいな感じ、はい、だから1個その話の中で、1本筋を決めてからそこに他のキャラ全然違う作品のキャラクターが絡んでいくみたいな形にすると結構面白い話というか、ね、まさにクロスオーバーっていうのが、完成しやすいっていうのはちょっと手法としてあるなっていうのは、じゃあそれぞれクロスゾーン そのサブ隊っていう一つ指針になってるかもしれないですね、サブ隊で ね軸、その軸となるキャラを決めて、このステージはこのキャラクターたちのお話が中心ですみたいな、実際のサブ隊も独特なのますからね、多分スパロボのヘビーなユーザーさんはこれ森住っぽいなっていうタイトルの付け方が分かるんだ、もうもはや、で僕もそれを習ってると違うって言われてあとはこれ言っていいのか分かんないですけど、はい、昔言ってた最後の決め台詞を考えてから逆算してその台詞を言わせるために話を作る時もあるみたいな、そうですね、
頭の中でそのシナリオを考えていくと、うん、やっぱり最後の決めのところって意外とパッと出てくるもんなんですよね、はい、でそこをまず決めたら、うん、そこに至るまでの道筋っていうのを逆算して、ええ、どうすればその一番最後に考えたセリフっていうのがバチッと決まるのかっていうような作り方っていうのをやっていくっていうのはこれは手法としてはありますね。はい、まあ、じゃあどちらにせよ目標を決めてって感じなんですね。で道を作っていくって感じなんですね。結構 OG とかでも、うん、あの京介がある日からエクセレン助けるときに決め台詞は、うん、決め多分一緒にやった時決め台詞決めてから、うん、そこに話をそうでした、ね、最後の会話から先作っちゃうこともありました。最後のやり取りをして僕はどっちかっていうと流れの中で決め台詞が決まるんですけど、唯一森住さんっぽかったのがゼンガーですね。あ、ゼンガーは決め台詞があったんで、はいはい、ゼンガーのセリフを書いた時に、ええ、多分森住くんのやり方に似た、最後にこれを言わせるから俺を呼んだからじゃないですね。それもあるんですけど、はい、本人に見せたらゲラゲラ、これは面白いですね、ゲラゲラ笑ってるから外伝の時ですね。そうです、外伝はあのウルズとかあのスリサズとかに散々こう、はい、この裏切り者みたいなことが罵倒されるところで、前回がじっと目を閉じて何も言わないんですね、はいはい、でなんか言ってみろよみたいなことを言われたらクワッて目開いて、はい、黙れそして聞けっていう、そう、始まるんで、そこが寺田さんがすげえかっこいいだろうって言ったら、僕が、はい、この人今話聞いてましたとかって言ったらものすごいがっかりさせちゃって寺田さんをそのセリフ自体はお前そこじゃないんだよって考えたら高野目さんなんだ。いや、そして聞けは、そして聞けはそう狙ったんじゃなくて、この流れどうっていうか、どっちかとシナリオ書いたよりも、はいはい、このシチュエーションどうって見せたんですよ、はい、そしたら何にも聞いてないなっていう話があったんで、はい、そして黙れ聞けっていうセリフを、まあ、後々の使おうかな。なんかもう、なんかうるさくなってきたからとりあえず止めようって言って、我は全ガゾンボルトって言っちゃったように突然名乗るよみたいな、で何ですかって聞いたらすごいがっかりさせちゃって、寺田さんもそうじゃないんだ、まあ、ここのシーンのかっこよさはお前っていう、そこじゃねえんだとすごい説明された。だからそれでじゃあどうすればいいって話を聞いて、はい、森住さんの意見を聞いてアレンジ加えて出てきたのが OG の全ガの、そうなんだ。多分僕がやってた時はちょっとストレートもっとね、あれだ、そうそうそう、あれでしたね、はい、本当に真面目、結構堅物な感じだったんですけど、僕がやってた京介ルートっていう王子の時にやってたのが、はい、前回が初登場、1話から初登場するの話だったので、うんうんうん、その時の寺田さん流星編を書いてて、うんうん、前画の合流が遅かったんですね、はい、なので、シナリオ的には僕が先に前画を書くことになって、はい、僕がまず避難型じゃないですけどまず書きますので、そうそうそう、寺田さんの方が、うんうん、その僕と寺田さんの方のキャラクターなんで、うんうん、直すところとか言い回しが違うってところは直してくださいねっていうので書いた時に、僕がちょっとしたいたずら心を起こして、ええ、もうちょっとその外伝の時に感じた話の聞かない感じっていうのを、話を聞かない感じをもうちょっとそのクローズアップさせたらどうかなと思って、うんうんうん、京介にいきなり実弾訓練の話とかっていう、プロット自体は寺さんが来てたんですけど、その時の会話がいまいち成り立たない、いまいちその会話としてなんかあんま成り立ってなくない、はい、みたいな形で書いたら、はい、寺田さんにお前こんな面白軍人じゃねえからって言って直されて直されたんですけど、いくつか残ったところがあって、それが今の多分全画像になってるのかなっていう。外伝の全画はやっぱり本当にど真面目な、ストレートストレートな人だったんですけど、軍人さんだったんですけど、無人というか、なんかちょっとなんかそう面白い人じゃないっていう、ユーモラスな感じで出ちゃったのは、森君が書いて、はい、俺が直す前のゼンガーは本当に面白い人だったんで京介とゼンガーが話してる時に、はい、まあ、僕がその時ゼンガーのセリフ書いて、森住君が京介のセリフ書いて、ね、そうでしたね、そしたら僕が書くとこいつが面白い返しを書くわけですよ、はい、こんなこと言わせんのか、じゃあゼンガーはこうだって言って、うん、なんだっけ、もうお前に教えることはない、いや、なんか最初からなかったかもしれない、そうそう、了解みたいな、キャッチボールしてこれを、はい、まあ、これよくネタになるので覚えてるんですけど、はい、何なんだろうなと思って、そう、もうお前に教えることはない、いや、初めからなかったのかもしれん、了解って返すこれよく聞くと、一見それでビシッとそこシーンは決まるんですけど、はい、一見かっこいい、よく聞こえなくもない、はい、読めなくもないんですけど、はい、冷静に考えるとこの二人お互い聞いてないよねみたいな、それ声入れるときに声優さんに台本渡したらこれでいいんですかねって絶対言いますよね、まあ、そうですけど、その時のやり取りは、はい、面白かったですね、っていうですね、そうやって作ったわけですね、前回はね、はい、では次に行きたいと思います、はい、ラジオネームハロウィンさん、
からいただきました。ありがとうございます。石田さんと森澤さんに質問です、はい、プロジェクトクロスゾーンではさまざまなゲームのキャラクターが登場しますが、中にはかなり昔の作品もあります、うん、資料などはどうやって集められているのでしょうか、はい、また全てのゲームを事前にプレイしているんでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。後半の答えはさっきね全部やってました ね、 ね、はい、やってますね。お、僕も気になります。これ資料って、資料っていうのは、はい、基本的にはまあ、もちろん各、うん、メーカーさんっていうか開発元の方には元になってそのゲームを作るときに、うんうんうん、作った資料っていうのが存在してると思うんですけど、はい、基本的には、全部が全部そういう資料をユーザーさんは見てるわけではないじゃないですか。実際にはゲームとか、うんうん、あと売られてるその攻略本とか、はい、あと、イラスト集とか、で、販売されてるものが大半だと思うん で、で基本的にはそれでを持ってこうプレイしたりとか、あ、こういう資料があるんだみたいな感じで、はいはい、見てるので、はい、基本的には、各メーカーさんにはよっぽどのことがない限り、はい、資料はもらっていません。基本的には攻略本とか資料とか実際 の、 ゲームの中から要するにチェックして、引っ張り出してきてるっていう。表に出ている資料というのが一つのテーマではありました。なるほどですね。まあ、ユーザーと情報はほぼ共有。そうなんです。そうです。そうです。はい。っていうことです。ユーザーが基本的に見ているものを中心にっていう感じ。はいはい、どうしてもこの敵キャラの背面が、出ました背面、ゲーム中どうやっても見れないっていう場合は何かと背面は悩ましいんですね。すいませんけど、はい、もしデータがあればお願いしますって言ったらモデルデータの後ろからスナップショットのやつを送ってくれたりはっていうのはメーカーさんはしてくれたりしたんで、そういうの以外は基本的には攻略本とかムック本、イラスト集みたいなもの、はい、要するに表にオフィシャルで出ているものっていうのを資料としてやっていて、それを石谷が全部集めてくれたんですけど、中にはやっぱり古いやつっていうのですね、プレミアついちゃってるのとかもあってですね、はい、結構いくつもそのね、オークションとかも回ってね、あ、まあまあまあ、もうでもただ今回はまだ新しめの作品の方が多いといえば多いので、まあ、そうですね、偏りからするとそうですよね、はい、そうですね、はい、なんでそこまでっていうのはあんましなかったですけど、まあ、あとは歴史の長い、作品とか、はい、例えば、魔界村とかっていうのは、もう何作も出てて、それぞれでアーサーの鎧も出ないも微妙に違うみたいなのがあるので、その辺はじゃあこの作品のここを引用したりとかっていう、もう部分そのなんていうんですかね、ここはこれここはこれみたいなものもありますし、それを最終的に浜本さんの方に見ていただいて、これでいいですか、はい、というチェックで、っていう形でフィックスさせてあるっていう感じなので、だから本来カプコンさんの方でやられてる、魔界村のシリーズだと、もうちょっとそのずんぐりむくりというかディフォルメかかってる体型デザインというか、まあ、マブカップ3とかの辺でも、ああそうですね、等身的に、3等身ぐらいの等身になってるんですけど、まあクロスゾーンとかでは、若干その他のキャラクターとの整合性もあるので、うんうん、ちょっと等身高めにしてもらってる、ね、そうです、最初にそういうご意見とかもそのカッコンさんとかにいただいて、はい、合わせてゲーム中の等身に合わせてほしいんですがっていう話だったんですけど、うんうんうん、他のキャラクターたちとも一緒に並んで会話するときに整合性とかっていうところがちょっと取りにくくなってしまうので、はい、少し頭を小さくしても5等身ぐらいの形にしてもいいですかみたいなところはやり取りさせていただきまして、なるほどですね、まあ、そういう理由があるんでしたら全然構いませんよみたいなお話をいただきまして、スパロボにはない、あ、そうですね、はい、いや話をまあいろいろ聞いてるんですけど、まあその資料集めとそれを元にして作るにおいては多分ロボット対戦の方が楽です、ね、だって明確に映像資料とか後ろ姿を全く見せないロボットとかないですからね、よっぽどない限り、はい、ということで、はいはい、では最後のご質問です。はい、ラジオネームハワワさんからいただきました、はい、ありがとうございます、プロジェクトクロスゾーンクリアしました、はい、ありがとうございます。ゲームではシャオムーがゼンガークロスレイジなどとしばしばですが、今後も無限のフロンティアのように何らかのゲームプロジェクトで寺田さんと森住さんのクロスが成立したら良いなと思います。お、はいはいはい、そういうご予定はありますか。お仕事頑張ってください。ありがとうございます。予定は白紙ですね。まあそうですね、まあ、でもこの人の仕事するの結構大変なんで、いやでも一番大変多分石谷さんみたいな人が苦労されてるんだと思いますよ。いやでも結局第二次王子でもね、はい、ゴルズミさん最後のキャラクターかもしれない、アリエル
わあ、リエール懐かしいですね。リアルロボットレジメント、はい、資料を用意してもらって、あ、そうだったんだ、はい、シナリオを持ったんですけど、あの森住さんの当時の書いたシナリオに対する森住さんの注釈がすごく面白かったです。この頃の俺は何々だったなとか書いてあって日記、日記なの、開発資料が日記なの、書いてありましたっけ。そんな風に追い詰められてたんですね。はい、まあでもね、うん、OG が続いてなんだかんだあるとね、まあ、あの全く絡まないことはないですけども、まあ、今はね、スパロゴと、まあ、そちらの仕事で、はいはい、このそれぞれ仕事頑張ってクロスするとこがあればいいなと、うんうん、そうですね、そうですね、はい、実際クロスゾーンも、発売はバンダイナムコゲームズさんからの発売ですし、うん、はい、はいはい、そうですね、関わり合いはあるのかな。ただゼンガークロスレイジというような、その意味のクロスでは絶対に絡まないのでそこはちょっと気をつけていただかないとまずいことになってしまう。そうですか、はい、わかりました、大変なことになってしまう。なるほど、手間クロス森住もどっちも同じだよ、まあ、そもそもそれが OG だったしね、はい、ああ、なるほどなるほど、はいはい、ヤンロンクロスレイジとか、ね、あ、いや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 同じ人みたいな、はい、まあ、伸びしろがあるんですよね、はい、はい、伸びしろがあるんですね、やれる可能性もあ、ね、あるし、まあ、白紙であるけど伸びしろがある。お互い今大きな、なんかめちゃめちゃいいわこれ大きな仕事が終わって、はい、休んでるところですね。ああ、そうですね、はい、そうですね、はい、もう休む暇なしなの知ってますけどね、はいはい、ということで、以上 Q&A オブクロスゾーンでした。はい、さてお送りしてきましたボイススパロブ特別編、そろそろエンディングのお時間です。はい、番組ではですね、うん、スーパーロボット対戦 OG に関するお便りやご質問を募集しています。なお第二次スーパーロボット対戦 OG だけでなく、マスオキシンや無限のフロンティア、アニメ版スーパーロボット対戦 OG に関するお便りやご質問も OK です。お、そうなんだ。メールホームから送ってください。無限フロもそうですし、はい、プロジェクトクロスも送っていただければ、うんうん、僕の方から森住君に電話して森住さんからお答えいただきましたという形で、あ、はい、送っていただいて結構ございます、はい、というわけでこの素人だらけの、うん、ボイススパロ居酒屋みたいでしたね、なんか ねいやでも結構初めて話した話は、あ、結構ありましたね。そうですね、ちょっとびっくりしました。お宝話はあったんじゃないでしょうかね、うんうん、今回そうなんだ、はい、自分で言ってるよまあでもなんていうか、このメンバーでやるのはちょっと不思議な、ね、不思議な感じですよ。まあご挨拶もそこそこにですからね、僕と石谷さんと森住君は昔のね、そうでしたね、あれもあるんで同窓会みたいな感じになってますけどね、うん、すいません、なんかお邪魔してしまって申し訳ないです。いや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 、またあの機会がありましたらね、はい、はい、あ、もう本当に読んでいただければ、はい、いくらでもなんかネタがありそうな気がするので、ね、まあ、今回はねプロジェクトクロスゾーンという作品館の中からでしたけど ね、 そうですね、 OG 館の中とかでもネタの、はい、お話がすごく出てくると思うんでね、まあ、このラジオを聞いてね、スパロボはやってるけど、うん、プロジェクトクロスゾーンはまだやってないっていう方がいらっしゃって、うんうん、少しでも興味を持っていただければ、はい、ぜひよろしくお願いします。森住さんのトンチキな、はいいやいや素晴らしい、うん、いやでも、ね、森住の世界観は本当独特で ね、 そうですね、僕では作れないです。なんかやっぱダイナミックさがありますね、ダイナミックな森住さんと繊細な石谷さんのうまく調和の取れた、ね、作品なんだなっていうのがすごく伝わってきました。無限のフルンティアも今回のクロスゾーンもね、うん、ああこういう世界観彼は好きなんだ、結構ね、いろいろ感心して、まあ、僕もプレイして楽しんでおります。はいはい、さて、はい、ボイススパログ第20 OG 編もですね、はい、今後配信していく予定ですね。そうですね、ゼロさんがねパーソナリティを今回、そうですね、ゼロの話がすごい良かったんですよ。30話前後に1回あったと思うんですけど、はい、あの話すごい良かったんですよ。 あ、はい、あの話、はい、あそこのチョコぐらいまで進んでます。ああ、なるほど、そこはもうこれを聞いてる方々はぜひ、うん、すごい良かったです、はい、いいおきゃゆりょうたろうでした。 あれはいいおきゃゆりょうたろうださすがのおきゃさんですから、はい、ありがとうございます、はい、ということでですね、はい、それでは、ここまでのお相手は寺田貴信と、はい、勉強になりました原道太郎と、はい、石谷浩二と、私森住総一郎でございました。それではなんかやるんですよね、みんなで、はい、最後にみんなで、じゃあ、はい、みんなでいきますよ、せーの、クロス、ありがとうございました。やられたわ。